こんばんは。皆さん土曜の夜中いかがお過ごしでしょうか。深夜2時から2時30分までの時間を昔は牛蜜時と言っていました。この牛蜜時は一番陰の力や魔の力が強まる時間帯と言われております。なのでこの時間帯にぴったりなお話をご用意しましたので、しばしの間お付き合いくださいませ。第5夜、天国への生き方。ではお願いします。何人かね聞いたことあると思うんですけども、臨死体験をした人の話って不思議な話多いじゃないですか。そうですね、俺はないですけどね、はい、ある人あるって言いますからね、はい、うんうん、例えば川があったとか、三途の川があっただったりとか、うん、でそのよく漫画とかで出てくるような閻魔大王様にあったとか、はい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 、いろんな話があるんですけれども、はい、ある方がした臨死体験というのがですね、はいはい、少し不思議だったんでお話ししようと思います。その方がその臨死体験した時に、うん、ある行列があったと、目の前に、はいはいはい、で行列ができてて、はい、でその先にコンビニみたいな施設があったんですね。ほう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 、なんでんなこれはと思って、うん、でみんなその建物に順番に吸い込まれていくんですよ、はあはあ、で気になって中を見に行ったらですね、うん、そういえば全員紙を持ってるんですよ1枚、はいはいはい、うん、でその紙をその建物の中の店員さんみたいな人に渡してはいはい、はい、でスキャンしてもらうんですね。ピッて聞かないですね、うん、この臨死体験でも今のところないですよね。ないですね、新しいね。でピッてしたら、はいはいはい、何ポイントですって言われるんですね、はいはい、24ポイントですとか、はあはあはあ、7ポイントです、はあはあ、100ポイントですみたいな。でそのポイントによって天国に行けるか地獄に行けるかが決まるし、でそのポイントを使ってあの世でお買い物ができると。ほう、うん、でそのポイントってどうやったら貯まるのかって聞いてみたんですって。今さら何をしようがもう増えたり減ったりはしないですって答えられたらしいんです、うんうんうん、はい、で生前にある行いをすればこのポイントは増えていくものなんです。ほう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 。普通ね、こういいことをすれば天国に行ける、はいはいはい、悪いことをすれば地獄に行くっていう考え方らしいんですけど、うんうんうん、やっぱりでも時代によって善悪の価値観って変わるんですよ。なるほどね、はい、なるほど、そういうことか、はい、善悪の価値観が変わる。そうなんですよ。ほうほうほう。結局は人間が法律で決めたことだったりするんで、はあ、こっちの世界ではそんなもん通用しませんと。なるほど。じゃあこのポイント何なんですかって聞いたら、これは生きてるうちに新しい体験をした回数がポイントになってます。新しい体験、はい、だから天国に行きたければいいことをするよりも新しい体験をどんどんしていってくださいってその人は言われたらしいです。はいはいはい、はい、っていうお話ですか。っていうお話です。新しいっていうのはどういう意味でですかね。やったことないことやる。そういうことですね。自分の中でってことですか。その人類史で新しいことじゃなくて自分の中で、自分の中でだから初体験を増やしていくという。なるほどね。いろんなこと挑戦していけよっていう、はい、でもこれやっぱこう似てる話というか、はいはいはい、そのね、濡れ衣ってあるじゃないですか。はいはいはい、ご存知だと思いますけども、はい、濡れ衣ね、だから、はい、てかこの三途の川システム、はいはい、三途の川システムってあるじゃないですか。そう、3本あって、お金持ちが通る道、善人が通る道、悪人が通る道ですね。あ、それもありますけど、はい、まあ、パターンとして、はい、やっぱこう三途の川を渡って閻魔大王のとこ行くわけじゃないですか、はいはいはい、パターンとしましては、はい、で俗に言う真田で言うと六門船、はいはいはい、六門船でその船に乗れると。はいはいはい、三途の川を渡る船に乗れる、うん、で三途の川を渡るには六門船いるけど、はい、結局お金なんて、はいはい、あの世には持っていけない、はいはいはい、じゃないですか、うん、じゃあ何がお金になるのって言ったら、うん、それこそこの世、はいはい、現世でしたいいこと、うんうんうん、が多ければ多いほどそのお金というかそのポイントですよね、はいはいはい、いいことポイントが多ければ、はいはい、三途の川を渡る船に乗れる、
はいはい、でも無理な人は泳いで渡れよっていう話ですよね。そうですね。でこれバーって泳いで渡るって、で服が濡れてるか濡れてないかで判断されるんですよね。そう、閻魔様が、はい、その天国行きの人は服が濡れてないと、うん、はいはいはい、だっていいことして船乗ってるから、はい、で服がびちゃびちゃの人は、うん、お前悪いことしてたよねって、はいはい、でお前悪いことしてたんやなっていうことで地獄行き、まあ見た目で判断するわけですね、人を。そう、そういうことですね。人を見た目で判断するんです。濡れてるなっていう。よし、そうそう。でこっから来てるのが濡れ衣を着せるってことで、極悪人がその、はいはい、自分のずぶ濡れの服を乾いてる人に着せる。そうですね。っていうことですよね。はい、でもやっぱこのお話から、これ仏教かな、なんかのなんか教え、この方が何教なのかはちょっと分かんないですけども、けどでもだからそのシステムは搭載されてるわけじゃないですか、やっぱポイントシステム。そうですよね。現世での何かをしたポイントが、はい、あの世でも通用するよっていう。そうですね。新しいけど、はい、古いというか、なんかやっぱ宗教って根源一緒っていうじゃないですか。そうですね。なんかやっぱそういう話なのか、展開の考え方ってみんなに似通った部分はあるのかなっていう。まあね、今現代風にすげえアップデートされてるけど、そう、Pがありますコンビニ風ですからね。それはまあちょっとええんやけどもでも考え方としては一緒かなっていうか似てるかなっていう気は。確かにね、うん、まあでも臨死体験ある？臨死体験俺はないですよ。僕あったんすけど、その本当に死にかけただけであってあの何も見れなかったですねお花畑とかはなかったっなかったですね。意識を失ってガチで死にかけただけ っていうだけでしたね。なるほどねどう思います？じゃあ本当にこうなんか汚い件聞きたいんですけど、はいはいはい、本当に見てると思います？抜けて、あ、自分が霊体になってなって自分を見るってよく言うじゃないですか、その はいはいはい、それとかも、まあ、サンズの川行くとかも、はいはいはい、でもそれ見たっていう人は本当に見たんだと思うんですよ。それは脳内で多分そうでしょうね。抜けてるかどうかっていうとどうかなって俺思ったりするんですけど、あんまり僕ねこんな話しといてあれですけど、霊って信じてない部分があって、あの俺もです俺も好きなんか好きだけどはい、はい、こういう話大好きやけど、はい、まあ、あまり信じてない。そうですよね。でもガチでいないかっていうと、はい、いやすげえ怖い時あるからみたいな、なんとも言えないんですけどね。なんか意識の集合体っていうじゃないですか、霊って。そうね、人間の意識の集合体みたいなのは、うんうんうん、あると思うんですよ、はあはあ、だその意識の中で自分の姿を上から見下ろしてるとかはあるのかなってちょっと感じたり。まあね、まあ、否定のしようもないし否定する必要もないんですけども。そうです ね、まあ、ちょっとそれが強くなると怖いけどね、うんうん、まあ、霊的な話になってくるとあるんですよって言われたら、ってそういるんですよって言われたら、うん、ただこう俺友達に言われた話なんですけども、はいはいはい、地球が誕生しましたと、はい、でその後何億年か経って人類が誕生しましたと、はい、でそっから今日まで何十億年と経ってるわけじゃないですか、はいはいはい、で何人もの人間が亡くなってるわけじゃないですか、はあはあ、その人らが全員霊になってたら地球パンパンじゃねっていう説があって、あ、まあそれも一つの説ですけど、はいはい、あのね400年説ってのあるんですよ。霊、あ、霊にも寿命がある。霊400年説はあ。だからあの落ち武者とかを見るんですよ。はいはいはい。落ち武者とかそのすげえ古い人たちにしても、はい、縄文人とか見ないでしょ。確かに確かに。あの辺が出てるんですよ今。なるほど。今から400年前は戦国時代とかとか、まあ、はいはい、説。はいはいはい。だからまあ幽霊ももうそろそろ呪いの力もなんかこう人を呪うという気持ちも薄れてきたなみたいな感じで、あ、まあヒューって400年説っていうのはありますね。聞いた話によるとね。そう、説ですね、説。はいはいはい、うん、あ、そういう話もあるんですね、うん、ありますね。まあ多方面からね、そんないろいろ考えれますけど、まあ、はいはい、どれが正しいなんて言えないけど、まあ、そうですね。証明されたことがないんでね、うん、それは。そう、証明のしようがないから、ね、ないですもん ね。でもそこがやっぱファンタジーですよね。そうなんです、考えるから面白いんですよね。そうそうそう、皆さんもね、なんかこんななんじゃないって思ったことが、まあ、それが、ね、うん、楽しければいいんじゃないかなと思います、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、はい、宣伝させていただきたいと思います。はい。はい、俺、高橋俊介はですね、声優しながら、YouTube の、はい、夜更けのほろ酔いラジオという、はい、映画を語るラジオ、チャンネルですね、はい、やってますので、はい、今回のお話がちょっと面白いなって思った方は、ぜひ、こちらも聞いてくれたら嬉しいかなと思います。はい。はい、そして、私、高本健人はですね、はい、令和サイレントフィルムズという YouTube チャンネルをやっておりまして、おいおい、こちらでは、オリジナルの短いサイレントムービー、サイレントフィルムズですね、はい、を公開しております、はいはいはい、結構ホラー色の強い作品もあったりしますので、うん、もしこの話を聞いてね、
あ、気になると思ってくださった方は見てもらえると嬉しいです。なるほど、はい、これはね、じゃあ今回はちょっと映像化しづらい、ね、今回はそうです、まずコンビニを用意しないといけないんで難しいな、コンビニと行列を用意しないといけないんでね、そうだねこれはちょっと難しいし、なんかなんていうかオチも弱そうやね。そうですね、正直そのなんか映像化した時のオチ、なんか話としては、お話としてはなんか、あ、そうなんだ、へーってなるけど、うん、映像作品としては、はいはいはい、あ、これでここで終わりかってなりそうな気もする。なんか消化不良な感じは、そうね、なんかそれをやっぱ監督の腕でちょっと味付けしてね、そう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 、なんかもっとホラーにするのかポップにするのか、うん、ね、でこれ今回のお話ホラーというか、まあ本当にさっきね頭に言ってましたけど、はいはい、不思議な話、ちょっとそうなんですよ、不思議な話ですね。うん、でもまあその人は本当に体験したわけですからね、はい、珍しいことも、珍しい体験しましたね。うん、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。